皆さんこんにちは。こんにちは。では、枚方ダッシュ3公開、録音ですね、させていただいてるんですが、私、先ほどもお話をさせていただきました。英語の先生、マイティです。よろしくお願いいたします。はい。イェーイ。はい。で、そして今日の、パートナーですね、ポーランドから来たイケメン、はい、ロバートでございます。はーい。で、そして今回は、ゲストいらっしゃいます。はい。こちら、シンガーで、看護師さんもされているテミョンさんです。よろしくお願いしまーす。はい。ありがとう。そうですね。テミョンさん、今日は来ていただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、恐縮です。で、はい、こちらの、番組というのが、大阪イングリッシュハウスという、まあ、ちょっと日本にいながら留学を体験できる施設があるんですが、はい、そちらの YouTube チャンネルになるんですけれども、はい。はい、なので、今からテミョンさんに、はい、はい。英語で、はい。会話をしていただきたいと思います。はーい。エキサイレッはい。では、準備よろしいでしょうか？全然できてないですけど、頑張ります。はい。気持ちだけで。はい。はい、でもロバートは、イケメンなんで。はい。目の保養で、ずっと見ときますね。So, I've heard you're a singer. What kind of genre you sing? Like, what kind of songs do you sing?Is it J-pop? Is it K-pop? Is it pop? Just pop. 普段はどんなそのタイプの歌を歌われてるんですか？月決めフラッフィーズ、略して月フラという名前でグループ活動させてもらってて、はいはい、アイドルでもない、はい、シンガーやバンドでもない、どれにも属さない、こう多種多様な、こうカラーを持ち合わせた5人が集まったグループなんです。で、まあ、かっこいいとかってちょっと言ってくれてありがとう。その5人が、まあ、いろんなこう、ジャンルの曲を歌うので、はいはい、まあ、本当にキャラが被ってないんです。だから本当に多ジャンルですね。まあ、演歌も、私みたいな演歌も歌うやつもいれば、熱くアニソンを歌う人もいますし、はい、ポップスだったり。すごいですね。はい、まあ、アイドルみたいなダンスしながら歌う子もいるので、はい、いろんなパフォーマンスをしてるグループになります。So she is in a group, and then they have five members, and then they sing the different kinds of the songs. So they can sing the many different kinds of songs. Yeah, dance music, pop music. すごいですね。ありがとうございます。はい、Do you also dance when you're performing? So what's the group's name? グループの名前もしいいですか？あ、グループの名前。月決めフラッフィーズです。略して月フラです。あ、いいですね。可愛らしい名前です。So did you perform on this festival today? Today? Sorry. Did they perform today? あ、今日のパフォーマンスされたかと思うんですけれども、はい、これは、ソロでされてたんですか？そうですね。今日も完全にソロで。はい、で、まあ、こう、私がこう、ソロにすることによって、こう、はい、またこう、グループに還元できたらなっていうことで、頑張らさせてもらってます。So she performed it by herself today. Ah, okay. So, 演歌。演歌。ジャパニーズソウル。Ah, okay. 教えてくれてる。So, when did you create the group? いつグループは作られたんですか？実は今年の4月から。あ、今年の4月？はい。はい、一応、名前は違うんですけど、はい、同じメンバーでずっと、違う名前ではやっていまして、5年ぐらいは。なるほど、なるほど。5年やってて、はいはい、で、そこから、4月、今年の4月に名前を変えて、ちょっとメンバーも新規一転。そうですね、はい。少し編成を変えたりとか。令和にもなりましたし。そうですね。はいはい、令和と同時に変えたって感じです。なるほど。はい、で、ちょっとその変えられる前と、グループのそのテイストというか、うん、っていうのは違うんですか？ですね。もう完全にレベルも上がりましたし、はい。はい。レベルもぐんと上がって、まあ、本当に、できるパフォーマンスも、どんどん、はい。変えていくことによって、こう、なんだろう、切磋琢磨できるようなグループになって。すごいですね。はい、かっこいい。おります。ぜひ見てほしいです。いろんな人に。ね、はい。何か YouTube とかに動画アップされてたりとか、はい、一応、はい、プロモーション動画を、あ、そうなんですね。1本アップしてるんですけども、はい。それは、検索どうやって言ってたら出てきますかね。ピカソラスですか？
あ、月決めフラッフィーズで、でも検索したら。検索すると、はい、あ、はじめまして、月決めフラッフィーズですっていう感じの、なるほどなるほど、あのタイトルで、はい。YouTube に上がっております。わかりました。ぜひ皆さんも見てください、はい、ちょっと私も後で見させていただきます。よろしくお願いします、はい、あとは、まあ、公式では Twitter をあ、はいはい、やってますので、そちらもあれですか、月決めフラッフィーさんで検索したら、ね、はい、あ、わかりました。あとはまあそれぐらいですかね、うん、Twitter と主にって感じです、うん、はい、じゃあちょっと5年前からされてたのを今年ちょっとこう、はい、新規一転されて、はい、So they started this, performing 5 years ago、うん、but in this year they changed the names and then it's kind of a renewal. Oh yeah. So、Rebirth. What was the name of the group before? 前のグループの名前はちなみに前のグループ、はい、言ってこれ NG ですか？あ、ちょっと、ちょっと、内緒で、内緒で、内緒で、内緒になってますね。トップシークレット。はい、そう、今ね、その新しいお名前で活動されてますから。そうですね。もう本当に過去は振り返らない。はい。So they got a new name. Okay. So there are members of this group. 一緒にされてるメンバーの方ですか、ね、はい、そうです。あ、うちのメンバーです。そうですね。ありがとうございます。可愛いメンバーが、はい、二人今日来てくれてます。あとプロデューサー、プロデューサーも来てくれてます。プロデューサーの方。あ、ファンの人も来てくれてはい。ありがとうございます。ありがとうございます。So they are member. So five, four and five. Okay. So do you sing or do you also play some instruments during your performance? Performance. So 歌は歌われてると思うんですけれども、はい、他に何かその楽器をされたりとかありますか？楽器。電敵？いやいや、針は持ちますけどね。かっこいいですね。かっこいいですね。やろうかしら。楽器か。楽器はでもしてないですね。はい。私たちも本当にボーカルグループですね。あ、なるほど。はい、まあでもオリジナルソングも作ってますし、はいはい、まあなんかこう、たまには、こうなんですか、バックバウンドでやらせていただいたりとかも、はい、チャンスがあればどんどんしている感じです。はい、今はちょっとメインこう歌の方で、そうですね、重点的にこう、はい、されてるっていう感じなんですね。はい、So she doesn't play any instrumentals, so she focuses on the singing. On singing. Yeah. Okay. So how many times a week do you go to karaoke room with your group to practice? 週にこう何回ぐらいカラオケには行かれますか？実はですね、はい、意外とカラオケ行かないんです。Zero. 私はね、カラオケ行かないですね。あ、そうなんですね。なんで練習してるって言ったら、まあ、家で鼻歌口ずさむぐらいで、はいはいはい、すごい。練習はもうほとんどしなくって、はい、まあ、メンバーと一緒にやるときは本当に、はいはい、月1回、はいはい、音楽スタジオ。ああ、はい。に入って、まどかひろしさんが、経営されて音楽スタジオご存知ですか？関西で。スタジオ246っていうとこをよく行ってます。へぇー、はい。出没してますので。そうなんですね。はい。まあ、それに月1回ぐらいこう、はいはいはい、練習して、ガッと練習して、あとはまあ個人で。もう普段は、こう、それぞれで、個人で、はい、練習をして、ね。みんながどうしてるかわかんないですけど、私はそんなに。メンバーによってこう、練習方法がちょっと違ったり。まあ、違うと思いますね、やっぱり、ここで。みんなやり方があると思うので。全体練習はもうほんまに月1くらいで、もうガッとやって、で本番迎える。で本番ももうほとんど台本もなし。はい。MC もぶっつけ本番。気合で頑張っております。フィーリングで。はい。そうなんです。まあ、それはもう本当にメンバーが仲がいいので、うちは。できる。そうですね、本当に。So she doesn't go to karaoke. At all. Yeah. Wow. At all. And then they always practice together once a month in studio.In studio. Yeah. Mm. Okay. So, like, for how long have you been singing and performing? どのぐらいの期間こう練習っていうのをされる Not as a group, but like you. 期間、まあ、お一人で練習される時とかは。私は、はい、そうですね。今日その出演する一人でね、はい、なんか歌をさせてもらうっていうことで出演するにあたって、はい、まあ、2回ぐらいちょっとスタジオに行きましたね。あ、そうなんです。その、はい、行かれる時っていうのは大体時間はどのぐらいですか？あ、でも1日ものの3時間とかそんなもんです。でも3時間歌い続けるって、はい、3時間ガッと練習して、うん、
So she practiced twice for today's performance. And it took about 3 hours by herself. Just twice. Just twice. Oh, wow. That's very short. Yeah, but she's professional, so yeah. Okay. すごい。はい。では、今ちょっと歌のお話もしていただきましたが、はい。はい、近々何かこう、パフォーマンスされる予定とございますか？次、12月の22日ですね。はい、神戸の、はい、メリケンパーク。はい。三宮モザイクの近くですね。はい。はい、メリケンパークでチャリティーイベントで、野外ステージに出させていただきまして、それも、月決めフラッフィーズの全員5人で。グループで、はい。はい。やらせていただきます。はい、まあ、だいぶ変なことしてるとは思うんですけど、はい。お客さん楽しませるのに、はい、頑張っておりますので、ぜひぜひ、見に来ていただきたいですね。観覧無料なので。あ、はい。無料、はい。これはちょっと行かないとですね。はい。もうぜひもう、ぜひぜひ、はい、チャンスです。本当に。はい。私たちを知っていただけるには、はい、もう本当に申し分ないかなと思います。かしこまりました。はい。で、普段のその情報とかは、ツイッターの方メインで。はい。はい。ツイッターに上げておりますので、はい。はい、ホームページとかね、はい、作りたいんですけど、まだなくてですね、はい、はい。でも、ツイッターとかだとね、こうなんかこうすぐに、そうなんですよね、アップできるので、いいですよね。最近はもう本当に SNS 便利ですよね、はい、本当に。はい、ぜひぜひ、じゃあツイッターの方も、はい、見ていただければと思いますので。はい、よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ロバートも、Thank you。ありがとう。おきに。